たら今のでゲートの横でこうなんて、ゲートの横でこうなんて。難しいです、これ。難しくねえ。いかにそういう練習してないか。なんだあいつ首。どれだけ左なの。オッケー。だいぶ良くなってるじゃん。でどうする？これで一応終わっちゃうんだけど、あと一本でどうする？もうちょっと滑りたい。あ、じゃあいいよ、特別。来年その会会員になるんだ。いいよ、最後までやっていいから。大丈夫？待ち合わせとかしてない？何も。うちの人とか待ち合わせしてるの？あります。休憩室っていうか、本当はもう10時から12時で終わりなんだよ。あ、そうなの。特別入れてあげるから、それから怪我しないで。何時かかる？1時。あ、うん、どうする？じゃあみんなと一緒に上がって、もう一回やったら、もう一回順手でやって、そしたらまた声かける。先横滑り入れるか、後入れるか。いいよ、上がって、あともう一本行って、それで小休止。小休止ってのは、トイレ休憩だから。さあ、いいよ、上がって、もう一回順手でやってきな。通しで。背中向けてって、このまんま、こうやって滑ってきた。あーって食っちゃう。あった？何喋りながら滑ってきて。そうそうそう。小指がね、位置使うの忘れないような。だいぶ意識できてる、うん、ああやって内足をどん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 使う。それで逆転やった時もそれができなきゃダメなんです。いいよ、それの方が体の使い方を覚えとけ。それなんでテールあんな振るんだよ。テール振ってから振んだんじゃ遅い。もう ここでもう壁を作ってから、こういう姿勢を作ってから、はい、まあステップターンですから、はい、小指側のエッジを使うっていうのがポイントで、はい、あ、違反してる。違うもんですか。